Welcome back to the crowd. まあいろいろちょっと模様替えさせてもらったわ。っていうの、これ何？ジオラマの分析。87% リクエスト？はあ。近くにいると不思議な元気が湧いてくる。やってるんだけどな。なに、どんだけ欲しいの一体。あなた、どれだけ近づけて欲しいわけ、俺は。いや、もう相当地形だ。もっと欲しいのが。じゃあいいよ。じゃあいいよ、これでいいだろ。これでいいんだろ。なんだよ、せっかくなんかもう。俺がなんかもう全員のリクエストに答えて、なんかもうかなりいい感じのあれにしたのに。許さない。行かれてるしか思わない。行かれてるよ。もういいよ、もう行くよ、もう。行こう。どうなんだ、あ、地獄、あ、もうここはあれか、なんか。あ、でもそれらしきところに来てしまったな。ようやく。あ、色が違う。じゃあ、いよいよあれか、ボス戦か？よくわかんないけど。てぇ。鍵穴がある。なんか手に入ってるな、そういえば。呪われ。あ、これだ。お、なんか、やばそうな空気を感じるけど。何、ドランって。お！ベートーベンじゃん、これ。お、すげえな、神々しい感じる流れだ。神々しいベートーベンが来た。危ねえな、これ。どうやって戦えばいいのかな。操られてる。戦うぞ。お前戦わねえのかよ。なんで俺の力でやんなきゃいけない。無理だろ。なんでこんなになんかめちゃくちゃ曲がかっこいいわけだ。いや、これあれでしょ。こっちで。俺の予想は。しかし。おお、だっただ。おお、こうだ。で、これでこうすればいいんだ。どうよ。当てろ。いった。あ、全然食らってないじゃん。おお。全然あれだな。この繰り返しでいこう。多分そういうことだ。私の予想は。まっすぐでうまく。ここだ。よし。ディリディリ。あれだな。お、ダメだ。一発当てるってダメか。じゃあこれでいこう。なんかチャンス遅すぎる。いけるか。ドーン。どうですか。あ、2回いけるな。あ、結構いけるじゃん。あ、ブレってか。危なかった。叩き込むとまで叩き込めるな。しかもそこまでなんかあれだしな。何これ。あれか、ステラスブレイク。ああ、レベル5以上になったら使えるなってなるってあれかもしれない。意外といける。連続叩き込むこともできる。動きなんかめっちゃ速くなってない。なんか、まあ、逆にそれはそれでまあやりやすいと思うけど。ここ走ってって叩き込む。で、そっから。よし。ナイス。あ、いける。よし。あ、これいいじゃん。ナイス。今の感じでいこう。もう最初のボスね、この曲だぞ。もう残りの曲が楽しみでしょうがない。ラスボスとか楽しみでしょうがない。俺の期待は相当高まってる。まず一発。近すぎてもダメだな。あれ？どうした？墜落したのか。あー、やばい。30？ こいつが本気出したらやばいぞ。危険すぎる。あ、ちょっと待って。待つんだ。落ち着け。あ、これ使おう。これ使おう。いや、そうだ、絶対これ使うべきでしょ。よし、これ相当強くなってるはず。
これ効果切れないよね。よし、効果切れてんじゃね、切れてる。あ、だ、あれだ、大丈夫。おい、20めっちゃ食らってんじゃん。やった、ビンビンドリフ強いぞ。これは強い。あ、これどんどん活躍するべきだ。やばすぎだろ、最初から使えばよかった。これであの最強の一撃叩き込んだら相当やばいんだよ。行くぞ、行くぜ、うれーってこそ。おい、いた、なかなかかっこいい感じでいったな。残念だったな。一体どうしたんじゃ。お前誰じゃ。俺だ、ボローだ。操られたというのか。なるほど、よほどよほどあのなんか精霊をとかなんかわけなあかんね、自称精霊、精霊よりも よっぽどなんかいい情報くれてる気がするけど、なんか人間嫌いな小さな、何企んで、やっぱ企んでんだ。なんか外まで送ってやろう、マジでありがとう。こっちが地獄界だからな、結構深いよね人間嫌いな小さとんでもないやつだな、とんでもない、とんでもないやつに目をつけられてしまったようだ我々は。こいつはこいつなんかじいさんって感じだな。どうも、これは持ってくるのになんだ。お、世界地図。めっちゃいいなそれ、俺欲しいぞそれ。またたぎの里へ行くのがいい。白毛袋の森、ほう、呪落、変わった姿してるのが面倒見がいいやつ。またな、ステイ、デターマインド。オッケー、オッケーなのはいいけどさ、 100% いってんじゃん。あれ 100% いったじゃん。なんもないの、なんもないわけ。おおお、なんだなんだ、100% いったから今これこの状態になってるってこと。頑張ったからな、とてつもなく。オバマが、オバマという人がなんかやたらなんかクレームをつけてきたからな、ゴールのやり方に。非常に大変だったな。てかまた来たせっかくまたなんかお別れをしたばっかりだと、ね、言うのに。テリ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 、お久しぶり、よくやったな、和んでるぞ。そうか、和んでるぞ。ほう、おお、なんだこれ、怖えわ。新必殺技がなんかあれか、もしかしたら。お、これを使えるなとで、バギー分け、どうやって、どうやって使うのこれ。周りの敵すべてにダメージ与える。お、これはめちゃくちゃいいんじゃないの。溜めて2回光ってから離す。あー、2段階あるってことじゃ。なるほど、これくらいじゃ、なんかもっとやってくれそうな気がするけどな。そんなことを軽々とやらせてくれるんだったら、なんかもっといろいろあるでしょ。ディアー、お、旅立つかじゃ。なんか本当はこのぐるっと囲っていたのどういうことだよ。なってこれおかしいだろ、隣接しすぎだろ、いくらなんだよ。
近すぎる。距離が近すぎる。あ、別に俺は知らない。俺は知らん、俺は知らんから。あとでまた何かクレームを言われる、俺は知ったことない。もう行ってくるわ。おお、話変わってるっぽいな。村長に前差していくか、ちょっと。もしかしたら何かしらもらえるかもしれんから。まだどうせ何もくれないと思うけど。俺は知っている。俺は人間というものをよく知ってるわ。あの男の人間性を。ティー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 。物知りじゃの、ごまかしてんじゃねえ。なんかすげえわざとらしい。そのためにもらえてて、向かうじゃと。そうなのか。じゃあもう、あとは何もわしはする必要ないな。あとはすべてお前に任せたぞ。あとで村長、気をつけるでしょ。はいはい。もういいよ。もういいよ、この人は。こうやって溝深まってくんだな、こうやって。なんか、人間の。ちょっと今俺それ味わった。なんか。分かったか、気をつけた方がいいよ、なんか。こういうちょっとしたあのあれだよ、なんか。俺の誤解みたいなもんだろ。まあそういうところからなんか始まっていくからね。人間との、人間の争いみたいな。あ、なんか、まあ、意外となんかあれだな。あ、でも多いのか。あ、でもまだまだ続きそうね。またたぎの里。のほほん系だな。多分ここは何もないんでしょ、多分。癒し系だな。花は咲いてねえ、鳥も鳴いてねえ。こんな素晴らしい日には一体何をすべきなのかな。おお、なんか変なやつがいる。なんだあいつ。ここの民族か。てれててん。どこにいるの、ここ。ここっぽいな。いや、入っていこう。今看板なかった。なんか通る気がするか。いや、あったような気もする。あったようにも見えたように。もう、いや、もうちょっとなんかロレツ回んない、最近なんかもう。おお、なんかあるぞ。斧があるじゃん。お、あれさっきのやつじゃん。ガボーみてえな、こいつ。なんか佐藤ね、知るか。悪者の顔だ。そう、お前のがよっぽど 悪そうな顔してるけど、問答無用。お、あれ、これもしかしたらあれ始まる系、もしかして。あ、やばいな、まだ見えない。一応セーブしたから。ほほほ、ダメだ。なんだこいつ。おお、なかなか意外と見た目の割には身のこなしがすごいな。もう4回ぐらいやってるぞ。よし、いった。エクセレント来たぜ。オパールを手に入れた。もっとよこすんだ。やっと華麗に決まったな。非常に嬉しいよ。強いじゃないか。素晴らしいだろ。まだ行ってよ。この家いいな、なんか。こういう家住みたいわ。ハックルベリー。はっ。言い訳がひどすぎるな、まったく。それとよ、一遍しかいねえから何？俺の名は、ガボだろ。いや、お前どう見てる、ガボだろ。ゴロ。ほとんど似てないもんじゃねえか。ガボだろうが、ゴロだろうが。もうなんか落としてるぞ。あんたの耳飾りって何？あれ？おう、どうも。またやるん？なんでだべか。あ、落とし物あるよ、君に。見なかったか。へえ。あ、そうな。干からびてるかな。あ、これでも渡さない方がいいんじゃない？むしろ。あ、見っか。あっち行けよ。あ、いいの別に。あ、いいの。あ、そう。じゃあもらっていくわ。バイバイ。せっかく俺が渡そうと思ったのに。
まあ、もう手遅れだからな。まあ、あとあげないからもう。返してほしければって感じで。そういう感じでいこうも。今後の人生はそうやっていこうも。ギブアンドテイクだよ。ギブアンドギブだけじゃダメだっていうことを、あなたは教えてくれました。ここか？なんかここっぽいな。ここも見事に何もないね。なんかあれ思い出したわ。コキリの森を思い出したわ。なんか、ほら、なんかほんとそれっぽいじゃん。なんか、この中にダンジョンありそうだもんね。あ、ダンジョンさ、どこにあるんだ。でも枯れてんじゃん、もう。話せないんじゃない、もうすでに。水がなくてはこのありさまが。現れて。最も怪しい男や。もうこいつラスボスだろ、絶対に。喋ることもできるんじゃな。川をつなぎ、あ、川をつなぎ、あ、川を持ってく、じゃ持ってくればいいじゃん。あの、隣のあれから。元々の村から。白ひげ袋の森に飛び散っておる。ああ。行ってみるがいい。川じゃ。川ぐらい持ってこいよ。で、一人でボリ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 なんかテレビとか見てんだろうな。俺は知ってるよ。こちらがなんか必死になんかもう命がけで頑張ってる間になんかあいつはなんか一人でなんか YouTube とかなんか見ながらなんかツイキャスとかやってんだろうぜ。知ってるよ俺は。恐ろしいやつだな。これダンジョンいけないのこのままエリアっていうかなんかむしろなんかそのままダンジョンに行きたいんだけど、一回自分で行かないとダメなのか。どこだ、ここ、あれ、ここから来たんだっけ。もう全然わけわかんないな。地形が似すぎなんだよ。これ何、まあ、結構広いね。なんかさらになんか広いってことはさらにさ、さらにあれだよな、さらならやばいダンジョンっていう可能性があるよね。まあかんわんさ、お、ここだ。まあ、いや、ちまちま行こうも。敵どうやってんだろうな。あ、やばくないわ。帰ればいいし。まあ、とりあえず行けるとこまで行ってた感じだな。多いね、この空気は。ティー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 、何、喉の乾くスピード速くなるかな。別にいいよ、全然問題ない。お、早速ある。どんな敵が出てくるのか。厄介な敵は勘弁してほしいな。洗濯物、とりあえずメキに集めよう。ガッと集めよう。階段、ちょっとヤバそうな予感がするんだよな。結構ね、てかレベルアップ、まだあれでしょ。強化のこのマンだよな、2つ。使いたい気もするけど、何怖い、めっちゃ怖いんだけど。はい。どこにかかってしまうの、マジで。うわ、いきなり毒かよ。毒消しあったっけ。まあ、とりあえずここで回復できるからいいけど。あ、これ、うっとうしいな。なかなかのうっとうしいあれだったな。しかもないっていう。回復の手段はない。あ、別に、まあ、さあ帰ればいいよ。回復もあるし、まあ、問題ないだろ。あ、これ次のかな、次のかなったらどうなんだ、これ。あ、俺、それは知らないな。それを知っとくべきか、俺は。あ、これでいけんじゃん。あ、なんか違うな。サタデー。何？お、どんがりマン。あ、これがあれ？なんかいっぱいいるな。いた。うっとうしいやつだね。おぉ。気づける、よし、いいぞ。まあまあいい感じだな。てて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 、さて生き延びることはできるか。今のところ地味なあれしか手に入ってない。倒してはもうしょうがない。な、ちょっと怖いな。あー、ちょっと待ってくれ、待ちたまえ。俺、あ、これいいんだ。鼻は楽だな。おい、あれ、当たったと思ったら当たってる。お、何、何これ、光る石。またなんかまあキーアイテム、鍵みたいな、そういう感じなのかな。よくわからん。お、ヒゲの鍵。ヒゲの鍵、なんかわけわかんないのいっぱいあるぞ。ででで。お、宝箱の鍵。二つあるよな、今。これ何これ。光を放つ、光の石か。あ、ここで使うんじゃね。あ、ダメなの、あ、違うの、逆にないですか、これ。とりあえず違うらしい。ここでドル使えるわけ。
これか。入り口。入り口何の入り口なんだよ。白ひげショップ。ついに白ひげ海賊団のあれか。到着かじゃ。これ？何それ？え、どういうこと？え？違うの？なんか見つけた。何これ？え、もしかしてさ、3種類あるってこと？むしろ3種類とか限んないけどな。お、反応した。ランダムなんじゃね？もしかしたら。うわ。めっちゃ難易度上がってるじゃん。したらなんか必然的になんかもうあれだな、やらなければならないことが2回でいいのか。まあ、とりあえず行けるところまで行ってみるか。怖え。お、あった。これはあれだろう、かなりいいの入ってんじゃん。何が入ってる。お、何これ、めっちゃ強そうじゃね。何これ、やはるかに強いじゃん。もちろんやば。え、どうしよう。え、むしろこれをさ、あれじゃね？いや、これをなんかこれにして、で、これにつけてれば相当あれなんじゃね？めちゃくちゃ良くなんじゃね？そうしよう。じゃあ、これレベルアップして、レベルアップして、あ、でもめちゃいっぱいあるじゃん。で、それで、あれにつ、これ使う。その手でいこう。やった！これ多分相当、結構強くなるぞ。バナナ。回復か？ちょ、これ使ってみたい。お！あ、これいいわ。うわ、これ超いいじゃん。これ買いまくろうぜ、ちょっと。うわ、これめちゃくちゃ、助かるわ。非常に助かる。でも多分これ使用制限あるでしょ、おそらくは。多分あると思うんだよな。これめっちゃいいじゃん。やった。イエーイ。ネバネバ遅く、あ、そうなの。あ、そういうあれがあるんだ。恐ろしいな。なんだこれ。やばい。やばそう。フリフリ。怖いよ。まあ、多分正面からやんなほうがいいんだろうな。よし、いた。これは？これ！お！よし。もう一個あった、あったと。オッケー。盗賊のパチンコ。ああ、これあれじゃね？やった！一応武器手に入ったな。やった！まあ、一応強化されてる。潤ってきてるぞ。ひげえ。あ、そういうあれなんだ、バナナは。へえ。これ盗まれた。うわー、でもこれさ、集団来るとやばいな。ちょっとやめてくれ。やばいぞ。こいつ鬱陶しいな。遠くからやるわ。なんかめちゃくちゃやってくるわ。なんかもうえげつなすぎだろ。一回出よう。ちょっと地道に行こう。これはドッケシも買わなきゃな。ドッケシと回復か。ヒゲショップ、ここを気になるな。で、これで。これ多分か、あれでしょ、なんか、ま。何かしら回路なんでしょう。それをちょっとまず確保しないとな。チーズとか売ってないもんな。いなくの人、あ、いたいた。誰で。なるほど。ビルドアップ。すごい剣にビルドアップ。はあ。新しい武器のありがたみ？なんかできるってこと？レアもの。こいつすげえなんか有益ななんかいろいろ教えてくれるんだ。なんか裏フロア。裏フロアに行けないんだよ俺は。未確認。へえ。水があること、川を用意すればいいんじゃない。なるほど。入り口。オッケー。あ、そうか、減ったのか、さっきのエリアであれが。なるほど、もったいない。じゃあもうやっちゃおう。じゃあやるわ。アタッチメント外すよ。あー、外した方がいいんだ、それは。オッケーオッケーオッケー。じゃあこれ外す。はい、やってしまった。なるほど。で、これでカスタマイズ。
やばい、今までも歴史が積み重なってるぞ。今度も使うかも、むしろ耐久はめっちゃ上がんじゃん。上がるな。でも使うかも、使うべきじゃない。ほらでもこんな上がるんだよ、狂ったように。逆にもうこれ序盤からやっててもいいでしょ。もうそうしよう、レベルアップします。この選択が正しいのかどうか分かんないけど、もう使っちゃえば。いいよ、やろやろ。てか3つはめられるのでかいな。めちゃくちゃ強くなってるぞこれ。なんかもうさらに攻撃じゃん、攻撃がさらにプラスされてやばいだろ、伝説だよ。よし、これはやばいぞ、これ相当やばいぞ、これもう楽しみにしようかな。お、俺の実験台になってくれるか。うん、一発一発、やっぱ、え、めちゃくちゃ強くなってんじゃん。2、3発費やしたのにあいつら倒すのに。お、やばいな、めちゃくちゃ強くなってるぞ我々は。いいね、なんかいる怖いやつがでかすぎだろ。ちょっと待て、全然手が出せん。看板ばっかり、まあ、どこ食らってもまあ、うわいっぱいいるな。おでもやばい、結構強いぞ。俺パン買ったっけ、俺記憶にねえわ。あ、買ってない、まずいな。ほっ、よしいぞ。はは、何やってんす、狂ってやがるぜ。ここで死んだら最悪だもん。あれパン買った気がしたんだけどな。あ、シャオになってしまったか。ってことはこいつのエリアか。ここはなんということは、まず武器だな。まあ微妙なあれだけど、まあ仕方がない。どうするべきなんだろう。速さ使っとくか。じゃあその先手必勝のあれでいこう。でまああともう頑張るしかないよね。どうですか、あ、連動する。あ、いけんじゃん。あ、いけるいけるいける。このぐらいだったら。よかったわ。いや、もう1ぐらいしかもう効かないと思ったから。あ、でもこの軍団だったら全然できるでしょ。よいよい。よかった。よほど変なのが出てこない限りは。ちょうどいいタイミングでいいもの手に入れたな。意外とあっさりいけてしまったわ。俺めちゃくちゃ苦戦すると思ったんだけど。おお、ミミク。これ。やった。最強すぎだよ、最強すぎかよ。バーロン、アーニー、誰だ。お、なんかいる、何こいつ、怖そうなお方がいる。しかも倒せない。おお、ドバリ失敗した、バカだった。あ、でもこれ食らえばあれなの、あ、あげられんだ。やった。あ、じゃあ永遠でなくなるわけじゃないんだ。え、めっちゃいいじゃん。シャムシール、さらなるわけだからね。あ、そんな強くないな。いや、圧倒的に強いだろ、これ。いや、これ結構早い段階でな、結構いいのもらえたんじゃないもしかしたら。運が良かったのかもしれんな。これはやばい。破格すぎる。ででカカン。いいね。鮮やかに決まったぜ。10g でいっかじゃ。で、休憩しよう、そうね。お、なんかちょっと違うあれがあるな。帰るか、いや帰ろう、ちょっとやめよう、恐ろしい。なんか出ます、なんかありそうな気がするな。まあさすがにまあだいぶ進んだからな、だいぶやってしまう、一気にも進んでしまったな。でこれでまあ相当集まったと思うから、ジオラマが多分いろいろできると。次回はそれ、次回もそう。この数やばいだろ。そして何が待っているのか。ファインドアウト。ネクスタイム。戦争チャンスイフ。